ユニコーンガンダムと、ジェガンエコーズ仕様を、開発してきました。あ、ちょっとあの動画分けてるかもしれないんで、アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。じゃこれ入れとかないとね、あの気合入らないんで。はい、こちらが僕のユニコーンガンダムです。僕のユニコーンガンダム、まあ銀図なんですけども、ああそこはね、まあ金図、まあ金図だったらね、まあいいんですけど、まあ結局ね、テクニック次第なんで、ガンダムオンラインっていうのはテクニックでどうこうするっていうゲームなんで、はい、まあその分ね、まあ金図使ってオレツエしてるやつはまあ大したことないっていう話ですわ。まあ銀図でいかに戦うかっていうのに、僕はお心意気、銀図をどううまく使うかっていうのが僕のプロジェクトなんで、はい、いいプロジェクトはいかに初心者が簡単に手に入る設計図で、うまく強く対象を倒せるかっていうのが僕のアムロ風実況のやつなんで、はい、まあこれね NTD っていうのがあります。まあデストロイモードっていうやつ、まあ武装に関しましては、まあこれが一番今の現状最強の、武装ですね。はい、もうこれ以外はもう使用しなくて大丈夫ですね。ビームガトリング H、 そしてこの、12100までフル強化で12100までいく12000バズ、あとは護身用ビームサーベルですね。はい、もうこれが現状最強なんで、他の武器はもう全然強化とか一切しなくて、ビームマグナムとか、はい、雑魚なんで、こんなの。で、もう一つがこれですね、ジェガンエコーズ仕様。まあこいつに関しましては、まあちょっとね、武器が乏しいんですよ。武器がとりあえずビームライフル FA 持たして、まあ一応なんか8500のバズーカあったんで強化して、護身用のビームサーベル持たしてます。ちょっとこいつに関しましては、はい、とにかく今日は、ユニコーンガンダムを、しっかり、初心者にも分かるようにレビューしていこうと思います。ガンダム、はい、本日のフィールドはオデッサ鉱山基地です。ちょっと見バレしました。はい、何やガンダム風実況って、何やガンダム風実況って、それしてんわ、そんな。CXY。とにかくね、この今日はこの僕のユニコーンガンダムで、20キルはしちゃうだろうな。下手し拠点2個ぐらい割ってしまうかもしれん。うん、ジオンをちょっとジオンの人たちがやめちゃうかもしれないな。
撃します。僕がユニコーンガンダムに乗ることによって、そのジオンの民が、その何このゲーム、ユニコーン強ない、くせって言ってやめてしまうかもしれませんが、まあまあそこはね、やっぱりこちらも戦い戦場なんで、そんなあの手抜いたプレイとかは一切できませんので、はい、本気でバチボコにしてやろうと思います。でね、このユニコーンガンダムっていうのは、そのデストロイモードっていうのがありまして、あー無念、くそー、やー、拠点突行こうよ。おー、XY って言ってたの？あー忘れてた、ごめん。再び相まみえよう。やられるのは仕方ない。やられた後の対応が問題なんや。アムロ、行きます。やられるのは仕方ねえんだ。そんなやられた後の対応が一番大事なわけで。どうしたらいいんだろう。2番行こう。あとは頼みました。きっとおっせ、こいつ。おっせ、こっち下から入れないやん、ここ。あ、もう迷子や、もう迷子だ。増援願います。そこから入ろう。デストロイモードっていうのは、ちょっと見せたかったんだけど、一定数敵を倒したら、なんか、ゲージが溜まりまして、で、そのゲージが溜まった時に、アクションキーを押すことによって、あ、踏もうぜ！うわ、アプレ！裏がこうだ！あー、爆風で見える！ゲージを貯めることで、アクションキーを押すことによって NTD を解放する。かー、解放することができます。はい、あ、そっか、俺ダブルゼータがあるじゃないか。まだ止めろ。俺は核にしか。ああ、ちょっと待って、もう。なんやこの殴り合いは。なんちゅう殴り合いなんやこれ。が、降りたな。殴り合い、し。心配ない。修理は任せ。増援願います。あのキュベレイ止まったんかなあれ。うわー、もうし、うわー、もう正面立ってどつき合いしてるわこれ。どつき合い、真っ向勝負だ。真っ向勝負とか一番得意なやつやん、俺が一番得意なやつやん。お願い、
行こうぜ行こう。あ、けど、あ、核来てるな。よし、レーダーを、レーダーを壊します。そして、そうやって400コスを大事に乗りたい気持ちはわかるよ。わかるけどな、そんな下がってっちゃね、意味がないぜ。意味がないぜ、そんなに。400コスが大事かもしれないけど、そんな後ろに下がってたら意味がないぜ。大事に大事に、大切に、大切に乗りたいのだろうけれども、そんな後ろに下がりまして、そんな距離じゃ攻撃当たりませんから。ちょっと待って、ブーストを回復します。真ん中を上げるわけにはいかない。上に結構来てるから、それだけ着地したらお前の最後や。着地のまばばばばば、ありがとう。あ、めっちゃ来よるね。けどもうこちらは 2拠点壊してるんで、2拠点壊して、あとあの Y だけなんで、頑張って守りきるよ。あっけー、なんじゃここ、おいしい。 C 拠点をあの中心に守りきろう。あっ、ああ、うわー、そこすごいよ、打ちておい、渋滞してるから、ここすごく渋滞がすごいぞ、これすごく渋滞してるぞ、そこなんて数や、これ。回収しなきゃ意味ないわ。注意すれば大丈夫だって。ありがとうございます。あ、もう分からん、ちょっと分かんない、ちょっとこれもう。わかんないよこれ。あ、ギュネは俺に任せてくれ。ギュネー、俺、ギュネー、お前だけは。すまん、頑張ってくれ。ほんと気抜くんじゃないぞ。いつもなんか最後の最後で最近まくられてギリスで、まくギリスでなんかやられて、なんかここ最近の動画全部負けてるから、頼むわ、ちょっとここ最近の動画ほぼ負けてるんだわ。2番にエースがています。あの、迅速な対応をお願いします。そうか、ここで俺の指揮采配が、よし、し、あー、 C が、あ、じゃあ行こう、わかった、 C は俺に任せてくれ。
やーけど核決められた、お見事だな。ダメだ、回路がやられた。ここは下がるしかない。俺がここの門番になるから。これもうね、間に合わないから置くわ。あ、やばいやばい。クラエカス！あー、置けなかった。置いてくれ、俺の石。はい、ちょっと本当あれですね、ユニコーンガンダム、もう僕の動画でユニコーンガンダムはあのデストロイモードになれないかもしれません。僕のユニコーンはデストロイモードになれないかもしれない。当面の目標は一つの試合でユニコーンのNTT を発動するまで長生きさせることということになりそうですね。はい。で、こいつはもうね、使いません、これ。おお、ちょっと待って、こいつ、機体強化してなくない俺。ああ、やったわ、もうそこやわ、完全に。ああ、これ、機体強化できてたら、もう確実に NTD まで持っていけた。これ絶対そこだわ。もうこいつのせいだわ。これ機体強化すんの忘れてたわ。もうここだわ。もうこれはもういらない。これこっちの方がよっぽどいい。はいはい。てなわけで今日本日の動画はユニコーンガンダムで NTD、大発動、奇跡の27キル拠点破壊でした。はい、ご視聴ありがとうございました。